はいどうも、水溜りボンドのカンタです。お願いします。カンタチャンネルへようこそ。久々のポケガ開封。はい、今回アマゾンで面白そうなオリパを見つけまして、ミッチーに送ったんですけど、これやばいよね。面白いですね。初代の拡張パック第1弾初版の確定オリパが売ってたんです。お値段11,980円で、まあ、ポケモンカードの中で最も貴重な初版のレアリティシンボル、その中でも備品クラスのカードのみを集めた歴史に残るオリパを作りましたと。ポケがちょっとかじってる人だったら分かると思うけど、怪力リザードンとか、まあ、結構ね、画像としては使われてるわけですよ。で、これ何枚入ってるかも書いてないんで、まあ、正直分かんないんですよ、どういうものか。騙されてる可能性もあるなと思いつつ、まあ、騙されてもいいものに対して騙されてもいいと思いつつ検証するのがカンタチャンネルなんで、買ってみようかなと。一応レビューを見たところ、星5だったんですよね。コメント、ポケカ初版でここまで綺麗なものが来るとは。紛れもなく1996年の初版マークなしでした。ここまでウィンが来るのであれば、最低レアリティのものでも、元が取れるレベルなので買い足そうと思いますとコメントがあったわけですよ。信じます。3泊買いました。だって元が取れるって書いてあるの。調べてみましょうか。一発すごいの入ってたらとんでもないよ。あ、こういう感じだ。コレクション、有料、争奪、新品。はい、これですね。薄いのと重いのがあるから、薄いのこれ当たりなんじゃん。1枚しか入ってないから高額ってことですよね。じゃあちょっと残しておきますね。じゃあこれからいきますよ。まず何が入ってるのか分かんないから、1枚とかかな、もしかして。本当にスリーブとかにがっつり入ってるのかも。おお、あ、ケースに入ってる。あ、1枚か。1枚しか入ってない。あ、これ1枚で1万。すごっ。まあ備品だもんねのはずですね。じゃあいきますよ。3、2、1。はい、どうぞ。おお、どうなんだ。かわいいですけどね。一応じゃあ値段を調べてみます。ちょっと値段がまだ1回も言われてない。1万5000円。いや、まだ1万1000円から出てくるんだったら1万5000円でも不思議じゃないですよね。400円とかって出てくるんだけど、ちょっとマジで分かんないです。500円って言ってる人もいるし、さっきみたいに1万5000円っていうのもあるし。ありがとうございます。まあ普通に初版のポケカをもらえるってことが嬉しいですよ。ハレルヤは関係ないってことですよね。ただ単にハレルヤのケースを入れてるだけってことなんで。そうかも、そうかも。そうだぜ。そうですよね。いくぞー。はい、いきます。3、2、1。ほい。おーおーおーおお、いいじゃないですか。ポケモン入れ替え、え、ずっとある。そうですね、初代からずっと。え、これいいじゃん。値段とかはちょっとわかんないですね。めっちゃ備品だと10万って出てきてますけど、うそ。かといって140円とかもあるしな。はい、だって元値は1万1000円なわけですもんね。だからだいぶいいはずよ。そう、査定しに行かないとわかんないかもしれないですね。これ査定しに行くか。じゃあラスト、もう行こう。キラ出たらもうそれじゃんでいいから。行きますよー。3、2、1。ほっ。うざい、うざい、わからん、うざい。色なんか若干査定してもらうかじゃないとちょっとわかんないですね。僕らのレベルじゃ判断つけらんない。判断つけらんないな。はい、売らないとは思うんですけども、まあ、コレクションとして取っておく中で価値を一回ね、しっかり調べたいところもあるんで調べようと思います。渋谷ですね。ちょっとヒッシーさ、はい、ちょっと査定してきてもらってもいい？任せてください。俺ちょっとリアクション取りたいから、はい、車でちょっと待ってるんで、はい、例の3枚をちょっと代わりに査定お願いしようかなと思って、はい、行ってきます。ちょっとお願いします。はい、お疲れ様です。もう終わった。はい、え、早ない？はい、行った本当に。行ってきました。で、カードの査定をお願いしたいんですけどって、うん、そしたら身分証明書お持ちですか？うん。で、持ってなくて、え、その場合は査定ができませんと、ということで帰ってきました。失礼しました。いやいやいや、おかしい。これ持ってるよ。俺最近免許証さ、拾ったのよ、自分の免許証。
あ、あぎれてねえっけ。あれ保険証でもいいの？いけると思います。ほんと？行ってくれよ、俺必死。いい、行ってまいりました。あ、すいません、ありがとうございます。いえいえ、こちらですね。はい、ちなみに保険証は？ああ、もちろん通用しました。はい、ね、こちらですね。結果言っていいですか？はい、お願いします。1万1000円のリパから出てきたんですよね。そうですね。はい、はい、まあ、じゃあお値段、はい、なしなしって言われました。いや、なんか値段をつけることができないと言われまして、はい、この旧裏っていう裏面がこの昔のポケモンのカードに関しては、はい、欲しい人は欲しい、欲しくない人は欲しくない、はい、なんで買い取ってないそうなんですよね。あ、渋谷のあの店では買い取ってない。そうなんです、ね、それは結構いろんなお店でもそうらしくて、メルカリとかで見てみてもいいのかもなみたいなことは言われました。ちょっと見てみていいですか？はい、メルカリでどれぐらいで売れたかっていうことよね。いや、マジでわかんないな。もしあれだったら、その秋葉原とか行ってきますね。あ、そしたらそれお願いしようかな。はい、それは、はい、じゃあちゃんと見てきてもらおうかな。身分証明書持っていくんで。じゃあ一旦、ちょっと一旦値段なしということで、はい、終わります。はい、一旦お疲れ様です。お疲れ様です。で、どうだった？できた？はい、査定今回できました。え、見せて、はい、あ、これはいくらですねみたいなことをやってくれたってこと？見せたらですね、お店側もやっぱ旧裏のカードは、うん、そのお店のデータベースに値段がないから、うんうん、時間がかかるからちょっと待ってくれ。おお、過去のそのじゃあこれはこんぐらいの相場だとかがないからってことね。はいはいはい。なんでちょっと待ったらいくらするぐらいです説明をすぐ受けてきたんで。はい、じゃあ発表をしようと思います。じゃあいいですか？はい、しっかりしたのに入ってるからね。じゃあまず1枚目。はい、ニョロン。おっ、はい、こちらです。第1弾、1996年に刷られたカード。おー、だいぶ昔だな。うん、あ、本物ということでした。3枚とも。あー、ありがとうございます。このカードは、はい、1枚3000円です。おー、安い。ネットで見たら数万みたいなのもあるって言ってたけど、はい、1万1000円のやつで3000のが出るって考えると、まあ、はい、価値がないものではなかったってことですね。そうですね。ちなみにそれは備品でした。あ、ありがとうございます、はい、まあ外れたけどって感じか、はい、あ、全然僕大丈夫です、それだったら、はい、うんうん。で、はい、ポケモン入れ替えなんですけど、うん、片方ちょっと状態が良くない。おお、ほんとに素人目には分かんないんですけど、片方は状態がいいんですけど、片方はまあ B 級品というか。確かにこっちはあんま良くないわ。そちらはじゃあ、はい、味。はい。え、ポケモン入れ替えって最近のポケカでも存在するんですよ。で、しかも結構使うカードだから、ポケモンやってる身からしたら昔のポケモン入れ替えっていう価値がありそうな気がするんですよ。予想金額かかってもらって。え、怖っ、きた。まあ、さっきのヨロモが3000円だった。いや、まああれよりは高いわ。どんぐらいなんだろうな。いや、まあ、1万超えてたらもうおかしなことになってると思うんだよね。はい、こういうオリパをやる時点でまあ怪しいのやってるんで、そんな期待してないわけですよ、正直。で、3000円でもう結構プラスみたいな感覚になってるから、はい、まあ、4000円とかだったら普通に嬉しいかも。ああ、なるほど。今、うん、4000円、予想金額で4000円。4000円、備品、はい。お値段は、はい、500円。マジかよ。え、そっち？状態不良の方、B 級品の方は、100円。やばいってやばいって。3万3000円分のオリパから3600円と。やばやばくない？とあるお店の一件の査定結果なんで、あくまで。変動はするかもしれないと。他の店の旧裏会社のお店でも。確かに。し、まあ、店に在庫はない状態みたいなことだから、はい、まあ、何年後かに跳ね上がってる可能性は存在するわけだ。耳を疑いましたね、やっぱり。そうだよね。え、いや、俺さ、最近古着のやつでも俺騙されかけてるわけよ。でもその前にこれ買っちゃってたから、はい、気になることを検証はしてんだけど、ちょっ
と立て続けるな。アマゾンのコメント欄にそもそもそれだけで元取ったみたいなもんなカードばっかりだったみたいな書いてあったんだよ。嘘ってことなのかな、もうそれは。いや気をつけなきゃいけないね、これ。旧裏のカードだったら何でも高そうに見えるけど、うまい商売してるわ。もしそれ狙ってやってたら、ポケカちょっとかじってたら旧裏だったらさ、なんか価値高そうじゃん。リザードンとかだったら数十万いくとかさ。そうですね。ニョロモとかでも、あ、でも3000いってんのはまあいいけど、闇だな。結局俺3パック買ったのも1だとさ判断つかないじゃん。だから3買ってんだけど、わかんないもんね。俺が運悪いだけで、実は4パック目買ってたら10万のカードが入ってる可能性、ね、まああっちがね利益を出さなきゃいけないって考えると全部が1万円以上なわけないんだけど、オッケーオッケー。いやでも夢はあったわ。ドキドキしてました。いや俺結構ドキドキした。ヒッシーの言い方的に、だってメルカリでその値段ついてんのあるじゃん。そうなんですよね。だからもう分かんないです本当に。でこれ微妙なラインだよね本当に、はい、ただお店だとってことか。そうですね、欲しい人からしたらまあいくら出しても買いたいかなるかもしれないですけど、うちではそれでしか買えない。いやでもそうだよ、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあちょっとね今後も自己責任ではあるし、これは誰も責めてないんですけど、僕の気持ち的に、まあ気になるところをこうね僕は代わりに経験することで、多分旧裏のポケモンカードのねそのオリパ買おうとしてた人もいるかと思うんで、3パック買ったらこうなるから気をつけなっていうのはね継承できたかなと思うんで、ぜひ皆さんも気をつけてみてください。それでもよかったら買ってみてください。ということでカンタチャンネルでした。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。